私が好きな言葉で昨日の体と今日の体は違う、良くなったか悪くなったかどちらかっていう感じで、昨日より良くなった、昨日より絶対良くなりました。で、私の YouTube のこう編集技術も昨日より良くなってるんですよ。なんか良くなりたいですね、人生って。なんかなりたいですね。一個ずつ、ちょっとずつ積み立てていきたいですよ。そうだから LBG の看板つけてたのみんな気づいてない、気づいてますね、黄色で案内したからですね。なんか私そういう名言が好きだから、ここに出しますけど、 Be better than yesterday、 昨日より良くなろうよって感じでつけたんですよね。気づいてないでしょ。字までは読んでないです、すみません。Be better than yesterday、 昨日より良くなろうぜみたいな感じで、それは体を意味してるんですけど、本当は違うんですよね、性格とかですね。私の毒舌を直そうかなと思って。毒舌は直さないの。直さないですか。なんていうんですか、トゲのある毒舌じゃないので。ありがとうございます。絶対直すべきじゃないです。なんか磨きをかけましょうか、これ。はい、そっちの方が絶対面白い。トークを磨きたいですね、私。中村さんから習って。いや、僕なんてトーク会長が上手ですよ。あとはもうあれなんじゃないですか、いろんな人をパーソナルでこうやって取っていけば。そうですね、それが一番だって聞きたい人は多分そういうところから話を聞きたいんで、いろんな、まずやっぱ前 YouTube 見たんですけど、やっぱ女性見てみたいですよね。そうですね、女性がどれだけ下がるのかは。まあ、でもこうやって私がこう編集するのは中村さんに興味があるっていう部分もありますよ。本当ですか。興味があるから作るんですね。まあ、体も変わりやすいしですね、まあ、やっぱり筋量もありますからね。ありがとうございます。そういうのが気づいてよかったですね。それにこう、まあ、仕事も興味があるしですね、今後どうなるかがすごく興味あるしですね。頑張ります。いつまでも成長しときたいからですね。で、中村さんというと成長できる人ですよね。はい、頑張りますっていう感じで長くなりましたけど、今日は背中のトレーニングいきましょうか。はい、これは何ていうトレーニングでしたっけ。すいません、プルダウンですね。プルダウン胸張ってですね、はい、いいですよ、はい、いいですよ、はい、グッド、はい、ネガティブで上に引き出しますね。その中で引っ張ってもらうの一緒ですね。背中ネガティブ意識、なかなか意識しにくいんですけど、はい、結局エキセントリックな動きってこれですね。グーッと引っ張られる感じですね。引っ張る時よりも戻す時がグーッと逆らってですね。そう、でグーッと、まだ早く行きましょうか。あと5回ぐらい。そうそう、いいですよ。これ聞いてるのは分かるでしょう、はい、こんな感じでですね。見てる人が分かりますので、ちょっと軽かったけどですね、まあ、1セット目だからこんな感じで、超最高ですよ。OKOK。 あれだったらもう一枚増やしてもいいですね。はい、うん、私は軽いのでやりたいけど、いいですよ、いいですよ、はい、私はここで上げないんですけど、軽いので効かすって本当難しいですよね。そうですね。だからその説明もできてよかったんですけどね、効かせてくれる。こっちの方がインターバル短いから本当効率的なんですよね。でも本当にスタートの時だったらできてなかったです、これ。ああ、効かせ方ですね、うん、はい、そうですね。ここですごく効いてるのは分かるでしょう。グッ、そう、ストレッ、引っ張られてますかね、ご飯に。はい、はい、一応行こう、はい、一応、はい、一応、はい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 、最後止めてですね。重たいとやっぱりこうやって引っ張られますね。いいっすか、それゆっくり戻して終わりですね。じゃあ次最後ぐらいでいいんじゃないですか。1、5、1、2、1、1、1、止めて、はい、OK、OK、そうそう、これ、こんな感じで、一回落としましょうか。はい、で、次、最後ですね。今みたいにブレーキかけるのがですね、1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 、
こんな感じですね。もう様になってますよ。まあ、これ YouTube 見た人がトレーニング詳しかったら聞いてる人分かると思いますよ。こう伸ばしてですね。ここら辺が。はい。はい。まあ、重量は一つの要素であってですね、こんな風にやればいいですね。はい。